痩せるために頑張ってるけど、全く結果が出ない。動画見ながらやっているのに、ほとんどの方は、お腹を割る。お腹の脂肪を極端に減らす。そういったことはできませんよね。じゃあ何をすればいいのか。お腹が出にくくなる姿勢をまず作る。お腹が出にくくなる腹筋群を鍛える。この二つをしなければいけません。インナーマッスルを鍛えなければいけないということです。一緒にやっていきましょう。まずは座った状態で手をお腹に当てて20秒間息を吐きます。ですが呼吸は2回。吸って10秒吐く。また吸って10秒吐く。やりましょう。スタート。口を尖らせてどんどん長く息吐きましょう。細く長く。はい、吸って吐く。ふーっとだんだん吐いていってください。お腹引っ込めながら、息止めない、どんどん吐く。 OK。 これからやる種目、今の呼吸を全部使ってください。寸前になります。このまま体を上に引っ張ります。ぐーっと上に引っ張る。息を吐く。体を戻したら息を吸ってまた吐きます。いきましょう。体をできるだけ持ち上げましょう。はい、吸って吐く。OK です。今の感じで呼吸をしましょう。次は片方膝を前に出します。このまま腰をぐっと丸めて戻したら息を吸います。いきましょう。あと腰を丸めて息を長く吐きます。残り10秒で息を吸ってまた吐きます。どんどん体を上に持ち上げてください。反対も一緒です。片足前に出したら腰を丸めて息吐く。スタート。どんどん息を吐きましょう。体を持ち上げて。OK。はい、今度は正座からお尻上げて気をつけです。このまま体を前にふーって倒していきたくなったら上がる。いきましょう。スタート。こんな感じ、お尻が出ないように。腰をしっかり伸ばして。OK。 次は今の状態で前かがみになる。手をふーっていきなくなったら反対に変える。いきましょう。2呼吸。スタート。しっかりね、腹筋を締めて。はい、吸って、斜め下に下ろす感じです。しっかり腹筋締めて。OK。 次は真横です。手でももの横をすらす感じ。いきましょう。しっかりね、腹斜筋伸ばして片方は縮めて、胸張ってしっかり真横。はい、反対、息しっかり吐いて。OK。 腹筋と腰のバランスを取るために前かがみと後ろに反るっていう動きをやっていきます。スタート。これってよくラジオ体操でもね、あると思うんですけど、お腹を伸ばされる、腰が伸ばされるっていう動きをやっとかないと、筋肉の両方が硬くなってしまうと使い方にバランスの崩れができるんで、まずはね、これで伸ばした後に1分2セットで終わりです。これだけでも全身温まりますよね。
こういう感じでしっかり反って前かがみ、はい、 OK です。それではかかしに入ります。かかしって片足立ちですよね。これって実はめちゃくちゃ筋肉のバランスがいいように使われてるんです。この状態から後ろに足をピンって伸ばしたら戻ります。バランス崩したら足をついていいです。とにかく続けていきましょう。いきます、スタート。こっから前かがみになったら足をピョンって伸ばす。また抱える。下についてる足はねちょっと曲げてる方がバランスは取りやすいです。でも伸ばしててもいいです。ただ女性は膝曲げとかないと半長膝になっちゃうんでちょっと曲げた方がいいです。男性はどっちでもいいです。とにかくこれで全身を使っていきましょう。結構腕もねだるくなると思いますけど、頑張ってみてください。肩背中もしっかりね使えます。結構きついですよねこれ。うやっうやっ OK。 ちょっと肩をね回してください。結構これ肩背中がきますよね。よっしゃ、じゃあラストです。反対いきましょう。いきます、スタート。慎重にやっていきましょう。これずっとできるんですよ。結構ね優秀ですよ。もし腕がねだるいよって人はねたまに下ろしてもいいです。できる人はしっかりね広げて、これすごいね全身の代謝がね上がってきますんで、ちょっときついけどもたまにはやってください。うわーきついの、これはマジでこれはきつい。腕がだり、やばい、油断したらバランスが崩れる。ケツいって、OK です。じゃあ仰向けで寝ましょう。ちょっとお尻だけ伸ばしましょう。スマホ持ったまま足を組んで、こっからね反対の手で膝抱えましょう。いきます、スタート。 あとはもう楽にねお尻をね伸ばしていきましょう。30秒したら反対足にします。膝抱えて、お尻が硬くなるとね腰痛にもなるんでしっかり伸ばしましょう。それでは反対にしましょう。しっかりお尻伸ばしましょう。オッケー。